ダイアン・ゴーレンはアメリカ合衆国カリフォルニア州出身のソングライター。彼女が制作した楽曲は次の通り様々な賞にノミネートされている。アカデミー賞ノミネートが6回、ゴールデングローブ賞ノミネートが5回、グラミー賞ノミネートが7回。2001年にソングライターの殿堂入りした。彼女はカリフォルニア州バンライズで生まれ育ったが、よくユダヤ人の子供と誤解されたと、 語っている。彼女は反抗的な子供だったため自分の猫を誤って逃がしてしまった時にトラブルになったことをナショナルパブリックラジオのスコット・サイモンへ語った。音楽が私を救ってくれたと彼女は言う。その後、彼女の母はソングライターとなる夢を諦めて秘書の仕事をするように悟したが彼女の父は励まし続けた。その父への思いを綴った曲が Because You Loved Me である。彼女の最初のヒットは、ローラブラニガンのソリティアで、1983年の全米シングルチャートで7位を記録した。ほとんどのダイアンの曲はロマンチックなテーマを扱っているが、彼女は結婚歴はない。彼女は全て異なるアーティストの7曲を同時に、ビルボードのシングルチャートへ登場させた初めてのソングライターである。ウォーレンは、 出版社、リアルソングスを所有しており、そこで作品の管理をしている。また、彼女の曲は、インターネットムービーデータベースに登録されている、70以上の映画、テレビ番組で使用されている。2004年に、彼女が作曲した、ラブソングのコンピレーションアルバム、ティアネ・ウォーレン・プレゼンツ・ラブソングズを発表した。Because You l o v e Me、アン、Break My Heart などを収録している。 How do I live については、ディアン・ライムスのバージョンではなく、トリーシャ・イアウッドのバージョンが収録されている。近年ではダイアンは、バラードの女王と呼ばれている。2009年、ユーロビジョン・ソング・コンテスト2009のイギリス代表のため、アンドルロイド・ウェバーと共同で、It's My Life という曲を制作している。この曲は、ジェイド・イ・ウェンが歌い、2002年以降最高となる。 全英シングルチャートで5位を記録した。2010年、ダイアン・ウォーレンはグローバルな女性歌手や男女の作曲家を発掘するため、英文ボイセズの審査員となって、英文プロダクツへ協力した。ダイアンは様々なアーティストのために1000曲以上書いている。以下に主なヒット曲を記述する。ありがとうございます。